ちょうどの、えー、と市村先生からの話の流れなんですけども、指導者が結構の犠牲を払ってきてしまっているので、だからこそ日本のスポーツって、選手に1つの種目を得、自分がこんだけかけてるんだから、自分の選手にあれこれじゃなくて、このスポーツに専念してほしいっていうようなことが結構強い気がするんですよね。あの前、優子さんは、ね、ブラジルいろんなスポーツやってて。 だからあの、競技人口がの合計すると人口を超えるぐらいのこともあるわけじゃないです、子どもたちんそうやっていろんな要素をあの見持っていられるから見えてくることもあるでしょうし、で今の競技のレベルあの、例えば今のバドミントンというのとあの、10年後のバドミントン、おそらく全く違うスポーツなんですよね。 多分他のスポーツもそういうこと多いと思うんですけども、その時にあにいろんな経験だったりとか、いろんな視点だったりとかっていうことが生きてくる可能性もありますし、あのそこを指導者が自分でこんだけかけてるんだから、お前もこんだけかけてくれよっていう、そこがもう結構大きなネックになってて、選手自身の成長を妨げていて、視点を狭めているかなという気はするんですよね。この辺はいいろいろ見られているゆう子さんどうですか なんか、あの、私がいつも <laughs> 指導していて不思議に思うのは、こうこう大丈夫ですか、はい、はい。私たちのゴール点は何なんだろうかっていつも思っていて、その、まあ確かに、まあ、ナショナルチームの監督として働いている成績を出,さ出してなんぼなんですが、なんか、そもそも、おうん、なんていうの、まあ、 まあなんぼなんだけどそれでいいんだろうかっていうことは常に思っていてそ,そういうところにちょっと意識があるとあの選手との向き合い方も変わってくるというかあのです、ね、だからこそ話しに時間を割くこともできるしあの、まあ、その選,手選手を知りたいなっていうこっちの,あの興味心もありますしなんか も,も,もしかしたら私でなければメダルを量産できたのかもしれないんですね <laughs> っていうのは最近よく考えててもしかしたらもっとメダルをも,もたらす指導者はいたかもしれないんだけどでもまあ私のこのやり方を認めてくれたこの母体というかその連盟とかがあって。 だったからやっていけたなっていうのもすごくあるし、まあ、そもそもそのブラジル柔道自体が教育のツールとして広まってきたものですのでその観点から言ってちょ,ちょっとあの話とずれてるかもしれないんですけどその観点から言ってやっぱりこのまあ人と向き合っていくっていうようなことをよしとしてくれる連盟だったこと。 っていうのはすごく大きな意味があるかなだからこそあの長い目で見るとだからこそ柔道が人気なんですよねそういう人たちが育っていくっていうことであ選手たちも自分たちがその柔道家だっていうことにただのスポーツ選手っていうよりは柔道家柔道を学んでるものってことにちょっと誇りを持ってるんですよね。 だか,らだからこそこう続いていくのかなっていうのがありますしね。ゆうこさんと本当に、ね、いろんな人に興味ありますもんね。人に興味があって。だから結構それこそ私はあの選手と話してるときはもうちょっとついて彼が話してくることを全部聞いてるっていう、ま、ほとんど私は喋ってないっていうことが多くて。 そうそうであこういう考え方をしてるんだあ,、まあ、あとはその自分は2人子供がいる親なのでその子供たちを見ていて何かこう教えちゃうってことがどれだけ出口先生の話じゃない教えてしまうってことがどれだけこの子供にリミットをかけることなのかっていうことをちょっとこうあの身にしみて分かるんですよね。 でそういうのを見てるとこう子どもの頃の指導っていうものとあのトップ選手の指導っていうものがどこかこうつながりが見えてくるところもあってあの、まあ、つい最近娘が、娘は踊るのが好きなんですね踊,る踊りとか音楽とか,か音楽が鳴ると体が動いちゃうっていうようなところがあってで、まあ、バ,レバレエのレッスンが結構こちらでは人気で女の子にはで、あるんで連れてってみたんだけどもう 列に並ばされている時間の方が長い <laughs> 踊る時間がないみたいな音楽に合わせて踊る時間が短いみたいな感じでこれで意味があるんだろう先生はね必死にその4歳とか3歳とかなんか言うこと聞かない子たちを列に並ばせることに必死,な必死でち,ちゃんと あの技術を教えることに必死なんだけど私としてはもうこれはまあ自由に音楽かけて踊らせといた方が子どもたちには子どもたちの脳とその、ね、踊りたい気持ちを満たすことにはあの大切なんじゃないかと思って、まあ、うちの娘なんかは全然先生の話聞かずにレッスンに並びながら一人で踊ってたんで私はそれを横で「いいよいいよ」っつってあの <laughs> インパワーメントしてたんですけど。 <laughs> そうそうなんかそんなのを見てると、まあ、つながってるなで,それかでさっき先生皆さんのお話を聞いてて、ね、何かを変えるっていう時にやっぱり若手からなのかな若手というかも,それもしかしたらもっとそれよりした幼児教育だから我々はね幼児教育すごく興味ありますけどあのそこからなのかななんていう思いがあってでその子どもの頃から考えさせる ことをするのは大切って先生もおっしゃられててそのビジャレアルのね才木由里子さんなんかも3歳児のレッスンから考えさせることをしてますってそういうレッスン方法になってるっていうようなことを言われていてそれをやっぱり、まあ、彼女も言いますけど思考癖思考力じゃなくてもう癖としてまあそうだよねと思ってなんか思考力ってなんか頭のいい人しかできないのかっていうとそうじゃなくて思考癖っていうとあもうそれをねやらせていくその訓練がそ 思考するところにシチュエーションに何回ああの遭遇するかっていうことなんだなと思うんですよね。で、なんかいろいろ教育、今のこう指導とか教育とか見てると、その思考するシチュエーションがどれだけあるんだろうかっていう <laughs>、ちょっとあのクエスチョンがね、自分の中にあるんですよね。あとはその、まあ、好きが大切って先生もおっしゃられて、皆さんもね好き、まず好きが根底にある。で、私も今回、トップチームを見ていて、コロナ禍に。 コロナにも遭遇あのかでやっていかなきゃいけないっていうところを見たときに、や、まあ、めるのは簡単な状況だったと思います、選手はね。もうここであもうコロナだって難しいし、やめるっていうのはかなり簡単な状況だった中で、誰もやめ,、まあ、めなかったっていうのは、うちの選手たちは誰もやめなかったっていうのは、やっぱり根底にやっぱり俺はこれが好きでっていうのがあるんだなって思ったんですね。でそれはあの コロナでちょっと全然練習ができないかった時期が終わって畳に上がってきた時のあの危機とした表情彼らの危機とした表情を見た時にあこれはやっぱり好きでやってるで彼らもそれを知ってるんだなっていうまあ再確認できたってことも大きかったと思いますしそういうのを見た時にいかにこの これからの未来ある子どもたちが好きって思えるぐらい没頭できる時間だとか、うん、何か思考して間違えてもいいから思考していいっていうその,あのシチュエーションだとかが多分たくさん必要になってくるのにそういうシチュエーションってあるんだろうかそういう時間って子どもたちあるんだろうかっていうのをすごく疑問に思ってるところですね、うん、今飛びましたが、うん、はい。